覚えているだろうか。世界で一番悲しい V ゴールを。このゴールを決めたのが、ミスターレッズ、福田正博。柔らかいボールタッチと、スピードに乗ったドリブル突破からのチャンスメイク。瞬間的なスピードを生かして、ディフェンスラインの裏に飛び込み、自ら得点を決めることができるストライカー。弱小だった頃の浦和レッズのエースとして活躍し、1995年には日本人初の得点王を獲得。しかし、1996年頃から故障に悩まされ、2002年にはクラブから戦力外通告を受け、レッズ以外でプレーするのは想像できないとして、そのまま現役を引退。 J リーグ初期を支えたスター選手、ミスターレッズ福田正博を忘れてはいけません。